僕の出番かな。水木、朝日、リュウちゃん、ここは僕が引き受けたから。いいえ、お二人は前へ進んでください。リッピョン、いくらなんでもリュウちゃん一人じゃ。このくらいの数なら握手会にほど遠いです。だけどきっと今からがリュウの本当のラストライブなんです。僕も残るよ。それはダメです。水木さんは朝日さんと一緒にいてあげてください。朝日さんの保護者は水木さんしかいないんですから。リュウちゃん、今度こそオイラも残るっち。気をつけろよリッピョン。はい、もちろんです。オイラはっち。今のリュウちゃんならきっと大丈夫だね。ありがとうございます。ちー、それじゃあ必ず追いつけよ。あ、そうだ、ピン君、よろしく頼んだからな。もちろんだっち。ねえピン君、ち、本当は怖いんです。だけど頑張っている皆さんがいるんです。リュウだけ甘えるわけにはいきません。だってリュウは皆さんを応援するんですから。オイラはリッピョンを応援するっち。ピン君、よろしくお願いしますね。もちろんだっち。お客さんも盛り上がってきましたね。それではリュウの本当のラストライブ開演です。あなたのハートへレッツぴょんぴょん。敵は4体ボコボコにするっち。僕たちだけになっちゃったね。まあそうだな。きっと大丈夫だよね。あかんねえ。どうなんだろう、大丈夫なのかな。ちょっとしっかりしてよ。冗談だよ。なあ水木、みんなのことどう思う。みんなしっかりと前を向いてる。とっても素敵な仲間たちだよ。ああ最高の仲間たちだ。そんなあいつらの前に俺たちは進んできているんだ。いや違うか、あいつらが俺たちを前に進めてくれたんだ。うん、そうだね。きっとあいつらがいてくれたから俺は前を向くことができた。こうして前に進むことができた。全てを忘れたとしてもそれは決して無駄じゃないんだ。
記憶に残らない。誰も覚えていない。それでもいいじゃん。もしかしたら辛い未来が待っているかもしれない。それでも俺たちは前に進むことを選んだんだ。今日という日をみんなと過ごした時間を無駄にはしない。だから前へ進もう。それじゃあ競争する？え？追いかけっこだよ。ほら早く。お客様でしょうか。お相手は2名様。先制攻撃をいたしましょう。任せて。追いかけて。ジェスパルト。水木様、その調子で行きましょう。最後のお客様です。特別サービスいたします。宝箱の予感です。少し探してみましょう。先制攻撃ですね。お相手は3名様です。お客様でしょうか。ご注意が必要ですよ。はあ、物騒なお客様です。先制攻撃ですね。お相手は1名様だけです。楽勝。宝箱の予感です。少し探してみましょう。局長、よくたどり着けたな。みんなが僕たちを前に進めてくれたんだ。だがお前たちにこの先へ、明日へ進むことができるのか。手に入れた永遠を、過ごした今日を失うことになるんだぞ。ああ、構わない。僕たちは選んだ。ほう。きっと俺たちは弱い。妄想にすがりたくなる時だってあるさ。辛い現実から目をそらして優しい妄想を見つめたい時だってあるよ。だけど分かったんだ。それでも俺たちは前を見ることができる。たとえ未来が辛くても僕たちは前に進むことができる。だから俺たちは進むんだ。いい覚悟だ。ならばもう言うことはあるまい。お前たちの覚悟試させてもらおう。どの程度の覚悟か、その刃で見せて。この手に握っているのは何を壊すんだ。ユービートですよ。この調子です。なかなかやるな。だがこの程度では終わらない。
その程度の覚悟だ。その程度の覚悟だったのか。どうした、その程度の覚悟だったのか。ここだ。俺は俺たちの勝ちだ。進ませてもらうよ。見事な覚悟だ、アサヒ。サキ、みんな、オイラも頑張ったっち。間に合いました。って、もう終わったのかしら。ふん、美味しいところ持ってきやがって。局長、あんたの重荷を下ろしてやるよ。これが俺たちの覚悟だ。認めよう。それじゃあ、お前たちの覚悟はな、永遠の今日を壊せばカノンは消滅するだろう。だがそれで何人の人間が正しい道を歩めるというのだろうか。何人の人間が涙を流すことになるのだろうか。世界の覚悟などそう簡単に決められるものではない。この世界の発展をお前たちが否定する権利などない。来い、カノン。夢より素敵な妄想へご案内いたしましょう。カノン、お前たちに受け止めることができるか。俺の覚悟、世界の覚悟。刃に全てを乗せ、妄想の可能性を信じる。
未来への礎だ。武装機レイムス。わかった。妄想を求めて夢は終わり。急いで回復してください。ひとときの妄想。メルティータイム。これも発砲のためにトリックマーチ。俺の覚悟だ。理想は暮らしましょう。この一筋が未来への礎だ。どうか武装機はレムス。セクが妄想を持つ。この一筋が未来への礎だ。セクが妄想を持つ。レムス。ショータイム。すごいです。こっちに行くのです。最後の消し玉です。これに出します。倒れるわけが。今度こそ俺たちの勝ちだ。あんたの覚悟立派だったぜ。まだだ。まだ終わらせはしない。もう終わりにしましょうよ。この黒崎さん、私はあなたに感謝しています。あなたは心の底から妄想を、私のことを必要としてくれた。記号として生まれた私を、私という存在を心から肯定してくれた。ああ、そうだ。妄想による世界の発展、それこそが俺の妄想とでも言いたいのですか。黒崎さん、私には分かってしまうんですよ。あなたのそれは妄想なんかじゃありません。あなたの思い描く理想です。妄想じゃなく理想。黒崎さん、あなたは心のどこかで否定していたのです。妄想の力でより良い未来など作れはしないと分かっていたんじゃありませんか。違う。いいえ、あなたはそんな妄想などは持っていない。あなたが持つ理想は人々のための世界。そこに妄想は必要ないんです。妄想があればより良い世界に。もういいんですよ。あなたはあなたの仕事を全うした。あなたは立派な人間です。きっと私など必要のない立派な人間なんです。そういうことかよ。局長は僕たちと同じなんだ。それが今さら何だって言うのよ。だけど私は嬉しかった。妄想請負人という私の存在を必要としてくれた。だからこれは私からのせめてものプレゼントです。この光は。